なんか見えない。いや、跳ねてるやつじゃなくて跳ねてるやつもそうなんだけど、なんか穴っぽこちゃん開いてない？開いてるよね。お、いっぱいいるな。いっぱい可愛い子がいるが、ちょっと行ってみるか。ポケセンのところまでね戻ってきてるんだけど、前回あのドラゴン三姉妹編をね長かったドラゴン三姉妹編をなんとか終えまして、今回は格闘組のアジトに向かってみようと思ってるんだけど、ポケセンのところに、うん、明らかに洞窟なのかな。でもなんか人工的な穴の開け方じゃない？いや穴じゃねえんだ穴じゃないか。ああ、何それ、どうなってんの、どうなってんだ。お、意外にいけたああ、いや洞窟じゃないわ、なんか黒曜石的な。ああ、なるほどね。特になんか採掘できたりとかもなさそう。見間違いでした見間違いでしたが、じゃあこっち側行ってみるか。この山を、まあ、迂回する感じでここから入っていくのかな。うん、こういうルートですかね。ここか。お、あ、なんだ、あー北2番エリアありましたね。お、エルレイドもいるんだ、まさか。はあ、あ、これは竹林になってんのか、竹林エリアか。ウンボーもいいね。レントラ、レントラね。はあ、あ、曲が、はいはいはい。あ、シジッチもいいね。お、タケノコ。これ監禁かな。ストライクがいっぱい。なんか前もさ、あれだよね。ここかな、ここがもう北2番エリアになってて、あのジャクソンがいたエリア、ポツンとジャクソンがいたところ。北2番エリア入ったら確かになんか BGM、 あーBGM 変わってたんだよね。北2番エリアのちょっとなんつうの、和風な曲というかね、みやびな感じの曲お前駒田夏生さんだろ明らかだね。かっこいいな。これどうやって進化するんだろう。何レベですか。52か、52か。今駒田夏、ああ、あんまスピード速くないタイプだね。このスピードで追っかけてくるやつ割と好きなんだよな俺。駒田夏生さん今49か、どうなんだろう。あと3レベル上げて52になって進化しなかったら単純にレベルだけではないっていうことだよねきっとね。ちょっと進化方法もな、特殊なやつ多いからな。おお、いたぜヘラクロース。うわっ、コマメちゃん、コマメちゃん突っ込んでくるからな。突っ込んでくるやつが多いね、ストライクといいね。ちょっと倒しとくか。あモンボの進化系見ちゃったいやー、そうなるんだ。まあスーパーボールにはなんないよね増えてる、モンスターボールが増える形だな。あんま可愛くない可愛くないね。こんな可愛いのにな、進化前な。いや可愛い可愛いっちゃ可愛いけど、ちょっと系統が違うよね、可愛さのね。でもさら、うおお、ああ、接触してしまった虫が突っ込んできますな。メスだね、この角の形はメスのやつよ。ちょっと捕まえとくか、いけるかな。お、いけた。ヘラクロース。オスとメスで図鑑違うのかな。
どうですかね。モンボウたちが見ているな。お、一本図のポケモン。あ、格闘もついてんだね。虫格闘か。甘い蜜が大好きで独り占めするため自慢の角を使って相手をぶん投げる。オスとメスで図鑑は変わんないか。まあ、結構みんな違うもんね。ピカチュウとかも違うんだもんな。メスだからな。知ってる？カブトムシのメスのことカブのプーチンって言うんだよ。これ昔な、生配信かなんかでみんなに言ったけど全然同意してもらえなかったんだけど言うんすよ。カブのブーチンっていうの。普通のブーチンはコクワガタのメスのことを言うんですけど、カブトムシのメスだとカブのブーチン、ノコギリクワガタのメスはノコのブーチンって言いますね。特性根性か。あー、状態異常になるとか。根性を出して攻撃が上がる。だから明らかに毒菱を撒いてくる人とかと戦うときに、うん、いいかもしれないね。ただ一段階か。カブのブーチンね。頑張り屋で体が丈夫。あ、カブっぽい。カブっぽいね。あ、オスはカブっていう。オスはカブっていう。ノコギリクワガタのオスはノコっていう。うん。見た目好きだな、ヘラクロスな。ヘラクロス、ポケスリでずっと捕まえ続けているんだけどね。なかなかいいのが来なくてね。まだ厳選を続けているんですが。ヘラクロスぐらいかな。まだいるかね。おお、大きなタケノコ。タケノコ狩りがね。あ、これは？お、来た！パルデア実景！乱れ月の滝。確かに。言ってたね、これね、授業でね。ミニリュウちゃんもおるな。あー、これ乱れ好きなの。乱れ好き感ある。わかるような。わからないような。おー、びっくりした。かわいい。パイレーツたちか。すごかわずか。あー。なるほどね。でも新しいポケモンはなんか、そんな、いっぱいはいなさそう。降りちゃった。そのアイテムをせめて取らせてくれ。ロト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 。これはどっちだろうな。あ、カシオペアだ。意外。なんかいつもネルケ、ネルケじゃない？アジトに近づく。まず5つ目のアジトに近づいてきたな。近づいてきました。その先に最後のチームがいる。よくここまで戦ってくれた。稲葉はありがとう。俺にはまだ早いぜ。奴らの首を取ってから行ってくれ。おお、来た来た。稲葉はカシオペア。カシオペアにも語りかけるんだな。ネルケも来てくれたか。見えてんのそれ。クライマックスのアジトだからな。ネルケの働きにも礼を言いたい。最初あなたを疑っていた。もう疑いは晴れたの。カシオペアの中で。早くない？本当にすまない。謝っちゃった。いいってこと。このアジトが終われば、スターダスト大作戦は完了かい？いや、スターダン真の黒幕。マジボスが残っている。やっぱカシオペアはマジボスじゃないのか。そいつの足取りは？ネルケ。いや、でもネルケ、どうなんだろうね。ネルケの正体も分かってるからな。すべてのボスが引退すれば姿を見せるだろう。現学園長が学園のためにっていうのでね、まあ、ネルケの報道してる理由は一貫性はあるんだよね。さらに裏があるのかどうかっていう。そうか。クラベル先生がなんか、実はとか、あ、どうか分かんないね。終わりは近い。くれぐれも頼んだぞ。カシオペアさんの通信は切れましたかね。ネルケ、お前悪い顔してるな。稲葉さんのおかげでスターダンを少しずつ理解できました。カシオペアなんかネルケのこともう信じきっちゃった感じするけど、
ネルケはそうではなさそう。私がなすべきこと、そして下すべき決断も。全教頭の処刑会、稲川さんには感謝してるぜ。くれぐれもお気をつけろですよ。若者のことはなれませんね。クラベル先生は俺のことはすごい信頼はしてくれていそう。どうなんのかね。ちょっと読めんな。スター断片はな。あ、でもここまで連れてこれ。あら、あれ、あれ今までにない感じだな。はあ、もうボスがいるよ、あそこに。ビワちゃんとネルケが話している。これ話すと、いきなり、あれかな。対ビワ戦はまだ始まらんよな。ってことはネルケとやるのかそんな流れになる？どうなるんだろうね。ちょっとアイテムだけ取ってから。かわいい。かわいいな、コモル。そして意外にでかい。思ったよりでかくない？あ、割と近づけたんだが、あの人たちに。行ってみますかね、アジトね。ちょっと格闘組をぶち抜くのに、このメンツでっていうのは、決めきってるわけではないんですけど、暫定メンバーでちょっと、門番とだけ戦ってみよう。門番っていうか、ゲートのところのイベントだけこなしちゃおうかなって思ってるんですけど。格闘組ボスチーム、カーフ、ビワ。スターダムボスの中でも非常に危険な相手。危険なんだ。スポーツ特待生の枠でアカデミーに入学。その長身から繰り出される格闘術は非常に強力。そうなんだ。あー。でもいじめられていたっていうことですよね。ビワちゃんもね。マジ可愛いな、お前。ずっとその姿でもいいんだけどね。こっからどうなるんだろうね。ちょっと読めないけど。まあ、ちょっと行ってみます。ギリギリのところで写真撮れたな。なかなか筋がいい。お、私のポケモンの攻撃を退けるなんてね。戦ってるってこと？そちらもな。名前はビワって言ったか？研ぎ澄まされた技だ。しかしボス自ら門の見張りとはな。門番やってるの？ボス自ら。仲間の下っ端たちを信じていないということか。黙りなさい。私は私以外誰も傷ついてほしくないだけよ。優しいボスさん、勝負再開といこうか。声をかける。様子を見る。まあちょっと行く末を見守るか。いやいやいや、なんで近づいちゃうんだよそれは様子を見るとは言わない。その距離感は誰って言われるでしょ。稲葉は来てくれたのか。意に反してね。団員らしき生徒がいたんでちょっと話しかけたんだが、いきなり襲われて一勝負していたところだ。もうボスですよ、この人が。お、ピアちゃん、やっぱりここにいた。誰だ、犬ヶ谷さん。いや、誰だ、誰だ、モブだぞ。あ、田中ちゃん、田中ちゃんだった。ちょっと大丈夫、怪我してない？田中さん大丈夫だから、田中ちゃんは安全な場所へ。どういう関係だ。ここは引き受ける。ビワちゃんはアジトへ戻って。普通に組の構成員が引かない、引けない。ビワちゃんもうやめて。マジボスが戻るまで格闘組チーフもカーフを、スターダを守らないと。だったらなおさら戻って少しでも休むの。なんかちょっと悲壮感漂ってるな、チームカーフ。ボスの私が引くわけには。まあ最後のね、一組ですもんね。ギリギリのところでやってんの。ビワちゃんお願いよ、友達の言うこと聞いて。部下というか、まあ、友達なんでしょうね、田中ちゃんは。分かった。田中ちゃんごめんなさい。もう違うでしょ？お疲れ様でしたでしょ？お疲れ様でした。かわいい。かわいいな。やるんだ。田中ちゃんがもともと正式な門番だったのかな。ここからは私が相手。二人まとめてかかってきなさい。お！あ、本当にダブルバトル？
であればなんかそれ用のポケモン用意したんだろう。稲ババ、さっきの勝負で俺もポケモンもフラフラだ。そうなの。悪いがここは頼んでもいいか。普通に戦うってこと。ダメです一緒にやりましょう。厳しいこと言うなよ。意外とスパルタだな。スパルタです。ビアちゃん、私が守る。覚悟はいいわね。ん、待ってって言うとあれだよね、組み替えるやつで。これはなんか結局一人でやる感じか。参ります。ネルケはやんないよね。ごまかされたってことだよね。誇りを持ってるなスターダンとしても。田中ちゃん、何使ってくる。グレッグル、確かにね、格好タイプも持ってるね。ちょっとナミミパパレちゃん使ってみよっか。だいぶレベル差あるんだけどね。お、なんだ可愛いやつが見てくれている。これでこれ使ってたよな、クイックターンな。控えのポケモンと入れ替わる。入れ替わってみよっか。クイックターン、デーン、うん、クイックターンだけでもかなり威力あるしね。レベル差ね、14もあるんだね。相手2体だけだからな、どうしようかな。せっかくなので使ってみたい。いけ、ルルチャシャ。悪だくみ、悪だくみ、どっちが上がるんだっけ。特攻か、特攻がグーンとね。あれ、特攻技使ってくんだっけ、グレッグルって。まあちょっと一回剣の前とかやってみるか。ここはルルチャチャに任せたぜ。足かわいい、足がかわいいんだよね、ルルチャチャね。毒毒、うわー、毒毒か。猛毒浴びてしまった。しかし格闘タイプには飛行タイプがね、効果抜群なんだけど、持ってないように見えるじゃない。フライングプレスの説明、この技は格闘タイプと同時に飛行タイプでもあるんだよね。だからいいんじゃないと思ったけど、あれか、格闘タイプでもあるから抜群にはならないんだ効果あり、効果あり。まあでもちょっと打ってみよっか。命中95があれだけどな、さすがに当たれば倒せるでしょ。フライングプレス、デーン、やったやったぜ。で、田中ちゃんの動きがいちいち可愛いな。ウルチャチャ、毒。あ、怒りザルか。この世ザルではないんだね。ここで、おお、もう変わっているもうチェンジしている。マイティチェンジでね。手持ちに引っ込んだタイミングでか。なるほどな。ここで出してみよう。ナミミパパレちゃん。いけ、ナミミパパレ。チャキーン、おごりざる、うん、マイティチェンジ、変身して帰ってきた。ここのね、描写はね、出るんだよねいかついいかついな。これどれぐらい強くなってんだろうね。これだと見れないか、見れないよね。数字で見たいんだけど、一回ちょっと気合いダメとかしてみるか。嫌な男撃、あー、防御がガクッとか。で、先手取れないんだ。スピードはそんなにないか張り切ってるぞ。でね、まあそもそもクイックターンがね、威力60で強えんだけど、この技やばくねっていうのを覚えて。ジェットパンチやばくない？必ず先制攻撃できる技って基本ね40なんだよね、威力ね。電光石火もだし、あのヤバキツの使うバレットパンチとかね、威力60 威力60の先制技はやべえと思う。打ってみる、ジェットパンチ。あ、でも一発じゃ無理なのか。インファイツ、うわー、やられたやられた。あ、反動で自分のステータスを犠牲にして放ってくるやつ、さすがにレベル 15? 15違うのかな、まあ、強かったな
ちょっと舐めてたな。気合いだめいらんかったな。まあじゃあウォンチュー行きますか。頑張れウォンチュー、せっかく進化したしな。なあかっこいい、かっこいいなあウォンチュー。まあエアスラッシュでいいか、当たるべ。ああ怒りざる早いね。嫌な音からのインファイト、やばい、あやばいやばい。厳しいか。竜の波動でよかったか。かっけえな。テラスタルはドラゴンだからね。クマさんたちが気になるが。ああもう一回。怖。なんだっけ、インファイトだっけ。インファイトではないか。竜の波動。テラスタル竜の波動で倒せる。うん。ベル55、うん、だもんね、使ってくるんだね。レベルまあ50前後ぐらいで揃えますか。スターダンの田中との勝負に勝った。スターダイン動きマジ可愛いよね。私は負けてもいいの。男子も女子もみんな可愛いんだわ。うん、でガルシアもね、進化来てたんだよね。結構前に来てたんだけど、ちょっと見るのが遅れちゃったね。ここから、青ガラスだっけ？今が青ガラス。こっからどうなるか。まだ見れてないからね。まあ、カラスから変わることはないだろうけどな。どうどう、お！でっかでっカラス！アーマーが、ああ、アーマーがなんか聞いたことあるな。ちょっとメカっぽくなった？メカガルシアになった感じするな。カラスポケモンはね、ドンカラスの方もかっこよかったけど、こっちもいいな。ちょっとこうつつけがたい感じしますね。アーマーが、アーマーがか。いいな、使いたい飛行ポケモン多いな。あ、鋼つくんだ。確かにね、鋼感はある。カラスポケモン飛行中天敵に狙われて客も危険なので、パルデアではタクシーの仕事ができない。あ、どっかの地方ではタクシーの仕事してるってこと？イキリン怖くってことか。天敵？天敵がなんだろうね。アーマー側の天敵がいるんだ。それじゃイキリン子は襲わないっていうことですかね。イキリン子は従事できてるからね、24時間従事しているからね。作詞労働にね。鋼の翼強そう。俺は強そうでは。鋼技命中90。命中90はね、ちょっとね。ガルシアだけか。ひとときでもビワちゃんが休めたなら私は満足。役目を果たしたし私も戻るわ。お疲れ様でした。お疲れさまでした。田中ちゃんいい子なんだろうな。あ、ここで電話？カッシー君だろ。見張りに対処できたか。できたっぽい。あれ、ネルケはネルケはどこに行ったんだ。そのアジトを拠点としているのはスターダン格闘組チームカーフ。ボスであるビアは格闘技の選手。格闘技なんだね。みんなの戦闘指南役。やっぱ女子プロレスラー意識なんでしょうね、あのコスチュームはね。スターダンへの宣戦布告に一番警戒しているだろう。侵入者を潰すため先陣で勝負を仕掛けてくる可能性がある。ちょっと変わる。あ、その通り、もうあった。そうなんだよね、門のところにいたんだよね。もうあったよ。やはりどうなったんだ。田中ちゃんと変わった。あのビワネーが逃げた。ビワネーって呼ぶんだ。マジボスじゃなかったとしてもやっぱなんか関係ある人なんだよね、みんなとね。となるとやはり正攻法でアジトを攻略するしかないな。準備ができたらゴングを鳴らして大作戦開始。そこはやっぱ変わらないか。立ち込みですね。ふむ。どういうパーティーで臨むかね。
図鑑見とこっか。いいなぁ。この表紙すげぇ好きかなぁ。ヘルカマンさんってなってるね。ああ、このナイーブ。ナイーブな、ナイーブなんですかね。この見た目はね。助けを求める仲間の声を聞くと姿を変える。その瞬間は誰にも見せない。で、ヒーローポケモン。マイティフォール。太古の遺伝子が覚醒。そんな設定なんだ。片ひれでクルーズ船を軽々持ち上げる怪力の持ち主。へえ、こうなるんだもんな。ナイーブな時からね。マイティな姿になるんだよな。やられちゃったけどな。でもちょっとイルカマン使いたいな。どれぐらい能力が跳ね上がるか、やっぱ図鑑ではわからんか。ちょっとパーティーをね、組みますけどね。すげえ、見られてたね。うん。当たるか。じゃあ、行きますか。中途半端な感じで時間残ってるんでね、こういうところで授業をどんどん受けていっちゃおう。全部あれだよね、カッコ6まで進んだとこだよね。だからまた上から生物かな。生物とまあ2科目いけるかな。とりあえず生物はやってしまいましょう。試験もあるはずだもんね。これが終わったら期末試験ですよね、きっとね。どうもどうも、お勉強を始めましょう。うん、次が期末テストなので授業としては今日が最後。そう聞くとちょっと寂しいな。最後のテーマはじゃじゃじゃーん、ポケモンの、おなんかタイムリーかも、フォルムについて。ポケモンの形のことだと思ってください。同じ個体のポケモンがある条件下でフォルムを変えることをマイティチェンジ、フォルムチェンジと呼びますよ。例えばパルデアで一般的にライドされている、あー元トカゲね、ブキャナンのことね。全然使ってないからな元トカゲ。3つのフォルムがライドフォルム。日常では四つ足のデフォルトフォルム、戦闘時には二足歩行のバトルフォルム、そして皆さんを乗せるときは喉袋と尻尾を膨らませてライドフォルムとなりますね。これコライドンも3つあんのかね、フォルムね。バトルフォルムありそうだけどな。あとは身近なところで言うと皆さんが持っている機械、あーロッティ子がね、スマホにもとあるポケモンが入っているものもありますね。さてスマホに入っているポケモンは一体誰でしょう。古賀さんですよ。ロトム、ピカチュウ、ヘラクロスなんだ。ヘラクロス、なんとなくピカチュウはわかるけどな。ここに選択肢として入ってくる。ヘラクロス渋いね。カブブーチンかい。稲葉さんうまい。確かにヘラクロスはスマートフォン。そういうこと、スマートフォン。略してスマホの技を覚えますね。そこまで見越してこの選択肢選ぶやつなかなかいないよ。いやーそういう理由だったんですよ。バレましたか。でも今回はハズレです。そうです、皆さんのスマホにはロトムが入っていて、いろいろサポートしてくれますね。スマホロトムのロトムは特別なので、他の電化製品には入ったりしませんが、やっぱ特別なんだ。通常のロトムは洗濯機や電子レンジに入ることでフォルムを変えることができます。あれカタログで買ってんだよね多分、家電をね。お金は減らないけどね。ロトムは例外なんですが、一般的には持ち物や道具によってフォルムが変わるポケモンが多いです。あー持ち物や道具、あーはいはいはい、オドダンバーさんね。オドリドリは花の蜜を与えると4つのフォルムに変化しますし、他もあるのかな。ロトムとなんかオドダンバーぐらいなんじゃないかっていう。フォルムが変わるとタイプや技が変わるものもいますよ。うん、フォルムチェンジは進化と違って元の姿に戻ることができますし、色違いと違って同一個体で姿が変わります。うん、その辺をうまくね使い分けできたらいいんだけどな。フォルムチェンジ奥深い現象ですね。オドダンバーさんね、意外になんかメラメラフォルムでも炎の技覚えてくれないのよね。あの辺でな、技がだいぶ変わってくるんだったらな、使い道だいぶ増えるんですけど。
ポケモンに習ってじゃないですけど、皆さんもこの学校でいっぱい遊んでお勉強して、うん、いいこと言うな、新しい自分にフォルムチェンジしていってくれると嬉しいな。いろんなフォルムをね作っていきたいですよね。なんちゃって。あ、言い忘れてた。どうしました？地域によって、違うリージョンフォームは一般的な姿とは違っていて、変わることのない先天的なアローラの姿的なやつでしょ。チャイム鳴っちゃいました。そこはなんか言い切ってほしいな、全部。伝え終わってから授業を締めてほしい。最後までこんなんですみませんですが、今まで本当に楽しかったです。期末テスト頑張ってくださいね。じゃあテストも行ってみますかね。中間受けた感じね。テストは動画ではいいかなと思ったんだけど。まあ、最初の期末なんで、生物だけちょっとやってみようか。今日は期末テストです。今までの総復習、皆さんならきっと大丈夫です。うん、焦らず、ゆっくり問題と向き合ってくださいね。頑張ります。ポケモンを捕まえやすくする方法。正しいものはいくつ？あ、そういうやつね。麻痺状態合ってるよね。ポケじゃらし？ポケじゃらし知らない。ポケじゃらし、わかんないな。木の実は関係ないな。後ろから不意をつくも合ってるから、二つじゃない？新しいポケモンと出会う方法。捕まえるか交換するかだけである。ありそうだな、他にもな。捕まえるか交換するか、卵を孵化させる話だもんね。正しくない。変わらずの石を持たせたポケモンに炎の石などの進化の道具を使うと進化できる。どうだろうね。炎の石は持たせるんじゃないのね、使うんだもんね。なんかできそうな気もするし、できなそうな。そんなん授業で言ってました？ありましたっけ？できないかな。どうなんだろう。ちょっとゲームの制御次第だよね。進化できないって言っとくか。これは4000だ。4000。踊り鳥というポケモンには、フォルム4つですね。正しくない。うん。最後にね、点数に関係ない質問です。ジニア先生の授業はどうでしたか？慣れてなくて迷惑かけちゃいましたが、僕はとても楽しかったです。なんか図鑑の使い勝手のアンケートじゃないんだ、今回は。さすがに反省したか。まあ、頑張ってくれたまえ。これからの精進を期待しているよ。泣いても笑ってもおしまいです。楽しく問題解けたかな？懲りずに恥ずかしいアンケートしちゃいました。アンケートだったのか、あれ。感想欄では。校長先生には秘密でお願いします。すぐ採点しますので結果をワクワク待っていてくださいね。どうだろうな。変わらずの石んとこどう答えた？メモとかに聞きたいんだけど。どうかな。テスト結果。あそこ次第な気がする。間違えちゃったん。そっか。でも4問でも合格？満点じゃなくてもいいんだもんね。ここの景品が減っちゃう。お、結構もらえるな。経験飴 M5 個。増えた気がする。中間の時より。って感じだね。これ、ジニア先生でびっくりマークはつかないもんね。今から急につくってことないよな。じゃあどうしようかな、時間。微妙なとこだけど、やっちまうか。もう一科目やっちゃおう。テストは割愛するわ、動画的にはね。数学も行ってみます。タイム先生の授業もこれで最後になるんだね。ごきげんよう。今日も楽しい授業にしましょうね。お願いします。前の授業は技の命中で確率を勉強しましたね。そうでしたね。確率って面白くって、クラスに生徒が40人いたら 90% の確率で同じ誕生日の人が一組はいるらしい。え？マジ？40人のクラスか。その中の誰かと誰かが
まあ、誕生日かぶりになる確率が 90%。 本当にそうなの？タイム先生だからな、嘘はつかないと思うけど。1年って300日以上あるのに不思議よね。俺は会ったことないけどな、自分と同じ誕生日の人。まあでも40人クラスだったら誰かと誰かは9割の確率で同じだったかもしれないってことか。ところで皆さんには今までタイプ相性とか急所とか能力上昇とかのダメージ計算を教えてきましたね。うん、でさっきの話が衝撃的すぎてなちゃんと頭切り替えないとね。これらは全部掛け算されて相手の体力を削っていく。掛け算だけど、実はこれらよりもとっても簡単なことで技のダメージを上げられるの。マイティチェンジだね。なんだろう、それはポケモンのタイプと、はいはいはい、同じ技を使うこと。その話は今までの授業ではなかったか。岩タイプのポケモンが岩の技ストーンエッジを使うと威力100が 1.5 倍で、そっか 1.5 倍なんだもんね、150になる。そう考えるとめちゃめちゃ強いな。あー似てるけど、地面タイプのポケモンがストーンエッジを使っても威力は100のまま。確かにね、岩とね地面はね混同しがちよね。この数字に効果抜群や急所の掛け算が乗ってくるから、うん、侮れない数字なのよ。そうか 1.5 倍か。それではちゃんと理解できているか問題ね。威力100のタイプ一致技をこれで150でしょ、弱点の相手に当てるとその威力は、弱点だと2倍でしょ、300あるねさ、300、よし、頭の中で計算、さすがね、稲葉さん偉いわ。どうもどうも。威力が100でタイプ一致の掛け算をして 1.5 倍で150 徐々に近づいていく。150に弱点の2倍を掛け算して300、なんと元の威力の3倍になっちゃった。さらにね、そこにねテラスタルとか使えばねバンバン上がっていくもんね、剣の前とかね。しかも元のタイプと同じテラスタイプになるとタイプ1の倍数は 1.5 倍ではなく、そうかそうか、2倍になるんだ。へえ、めちゃ強。もちろん違うタイプの技をたくさん使えるのもすごいことよ。そうね、相手をびっくりさせられるもの。でも人間もポケモンもね、最後は自分の持ち味が一番力を発揮するってこと。そうだね、最後に効いてくるのは自分が得意なことと、あと命中率だよね。覚えておいてくれると先生とっても嬉しいわ。命中率90はカスすごく初歩的なこと今更でごめんなさいね。終わっちゃったか。最後の授業もあっという間に終わっちゃったわね。皆さん意欲的に数字を学んでくれてとっても楽しかったわ。こちらこそ。次回は楽しい期末テストしっかり復習して臨んでくださいね。まあ試験はね、まあ満点でしたねってこう爽やかに言うだけだと思うんで割愛します。まあ満点でしたね。およっとよかった2問ぐらいちょっと大丈夫かなっていうのあったんですけど、合ってたか。これで変わるかな、ジェニア先生の時と。経験飴が10個になるとか、あらんそこは変わんないか。4問正解でも5問で突破でも変わんないね。さあこれでタイム先生はびっくりマークつくんじゃないの。いないか、クイーンスとかじゃない。おあ、グラウンドにいんの。あー、じゃあここだけ見ちゃいますか。でこのパートは終わりでいいんじゃない。ここか取りたいな。先生見つけました立ってるな先生。これ多分タイム先生イベントの一番最後のやつですよね。クリア後にもしかしたらなんかあるかもしれないけどね。稲葉さん、あなたも見守っていて。ん、
これから、ああ、例の視線の子を待ち伏せするところなのよ。なんかストーキングされてんだよね。どうして、まあ、待ち伏せするんですね。いつまでも視線だけ感じるのはすっきりしないし。食堂で顔は覚えましたからね。ニアミスはしたんだよね。お、あ、木の裏にいるぞ。は、あなたでしょ、最近私を見ているのは。あ、モブだ。モブ川さん、タイムさん。どうしてわかったんです？タイムさんって呼ぶんだ。タイム先生じゃないんだね。何者だ。すみません、気づいてらっしゃったんですね。一族のものか。そりゃ四六時中見られたらね、何か私に聞きたいことがあるんじゃないですか。俺聞いてていいんかな、ここで。はい、私ジムリーダーの頃からタイムさんの大ファン。はあ、ジムリーダー時代から知ってるんだ。岩技すごく好きで。岩のリーダーだったんだよね、きっとね、先生は。あら、でも1年半前突然引退しちゃって。どうして辞めちゃったんですか？1年半前に総特会になったんだよね、先生たちがね。まあ、その時からオレンジアカデミーの先生やってんだ。なんだ、そんなことが聞きたかったの。タイムさんの引退理由は公式に発表されていませんし。そうなんだ。質問してもはぐらかされたって生徒の間でも噂になっていて、タイムさんが言いたくないこと聞くのは失礼かもって。あー、聞きたいけどでもみたいな感じでずっと見てたんか。だから勇気が出なくて。それでドキドキ熱視線を、ごめんなさいね。え、ドキドキ？あ、やめた理由はね、もっと先生に集中したかったからなの。なるほどな。まあパルデアのリーダーたちはね、だいたい兼業でやってますけどね、リーダー。タイム先生はちょっと教師との兼業だと難しいなって思ったんですよね。ジムリーダーが嫌で辞めたわけじゃないから。ジムのこと話すと懐かしくて寂しくなっちゃう。どんな感じだったんかね、タイム先生のジムリーダー時代はね。ライブ会場は使ったんだろうか。てかフリッチタウンのリーダーだったのね、きっとね。だから生徒の質問はぐらかしちゃっていたのね。そうだったんですか。ジムリーダーに戻ったりはしないんですか。ええ、戻らない。今は妹がジムリーダーをきちんとこなしてくれています。姉の私は今先生が一番楽しいの。だからタイムさんじゃなくてタイム先生って呼んでくれたら先生とっても嬉しいわ。はい、残念ですけど納得しました。ありがとうございます、タイム先生。これにて一件落着ね。収まったなぁ。いい着地だったんじゃないですか。ああ、緊張した、いっぱいかっこいいこと言っちゃった。俺のクイ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 って頭がブタポポーンと戦ってる時の敵ポケモンの動きしてんね、俺がね。ドキドキね視線に気づいた時はちょっと怖かったけど、そうね、あなたがいてくれたからファンでいてくれたあの子とちゃんと向き合えたわ。いつもいいとこに出くわす稲葉場さんに感謝ね。いや、何もしてないですけどね。先生からのちょっとしたお礼。おー、なんだろう、わざま冒険に役立ててほしいわ。最後になんかもらえるんだ。あそこポケモンとか。あ、テラピース岩ね。そんなに？やったこれでじゃあ変えられるね、岩タイプにね。これテラピースね、俺なんか毎回ブタポポンのさ、テラスタルが変わってるみたいなのやってもいいかなとか思ってたんだけど、全然集まんないのよね、テラピースね。星3以上のレイドやると2個手に入るかなっていう感じ。絆が芽生えた。あ、これなんかある、絆芽生えラブちょっと連打しすぎてしまったか。絆が芽生えたから、今日も元気そうで何より、特になんか俺もついていくぜみたいな展開にはならないか。絆ね、まあ
仲良くはなれましたけどね。じゃあ今日はここで終わりにしておきますかね。うん、次回は悪党組のアジトに、まあ、乗り込むとこだね。ダンラッシュ&ビワちゃんを倒すところまで進められたら一番いいですよね。はい、じゃあお疲れ様でした。また次のパートでお会いしましょう。お疲れ様でした。